とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、コメントいただきました。ありがとうございます。今ね、エレメントのカバンに次ぐ、強いアーティファクトを探してたんだけども、これが意外といいよというコメントもらいました。この3つ。羽、汚染された種、エレメントのカバン。ですね。まあ、見た目はだいぶ似てるやつだけども、これ、モブを絡め取って動けなくするっていうやつなんだよね。敵をスタンさせるやつはあるんだけども、こっちだと確実に敵を動きを止めることができるので、まあ、いいのかもしれないね。とりあえず、使ってみましょう。では行きましょう。パンダのところに来てますね。変更点が、ペットが2。関係ないね。で、近接モブが 50% ハスク。と、毒の雲か。毒の雲はちょっと厳しいかもしれないね。まあ、パンダさんはちょっと倒さずに行きましょう。まあ、途中出てきたら倒すけどね。どんな感じ？あ！動けない！動けなくなる！あ、落ちちゃった、落ちちゃった。落ちちゃった。あ、動けないわ。敵。はい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 。あ、これはいいね。おお。敵をね、スタンさせるやつとかだったら、やっぱね、どうしてもね、スタンの時間が短くって、動いてくるやつが結構いたのよ。これはね、いい。動いてこない。いいかもしんないね。あー、でもやっぱ、あれだね、火力はやっぱり若干落ちる。うん。火力を取るか、安定感を取るかっていう感じかな。まあ、全然安全だよ。安全。安全だし、まあまあ、運よく雷が連発してくれれば、全然火力もあるけどね。うん。一度ね、こう、ループにはまってね、なんか、雷が出ないなーってなる時があるけど、そん時はちょっと厳しい。でもそれ以外だったら全然いいね。うん。あ、この汚染された種、ちょっと、レベル高いやつ欲しいな。もうね、モブのダメージが 70% アップしてるのよ。で、ナイトモードも来てるってことで、かなりきつい。まあ、確かにね、敵はね、寄っちゃ来ないよ。寄っちゃ来ないけど、遠隔モブが、かなりきつい。うん。それに重力がついてると、なんだ、足止め食らってもうどうもならないんだよね。あ、いたいたいた。いました、いました。今、1、2、2個か。まだまだやん。これまだまだやん。きつっ。オッケー。いったね。よし。特にもう雲がね、ここは厄介。ものすげえ厄介だ。なんもない。あ、おいしょ！もうアイテムがさ、もういっぱいいっぱいなのよ。もうとんでもなくいっぱいいっぱい。よし、行くぞ。うん。あ、でね、結構こういう人多いらしいのよね。アイテムがもういっぱいいっぱいで、どうしたらいいっていう風に聞いてくる方もいるんだけども、基本的に、古代狩りにお供え物した時に、文字が一つのやつあるじゃない。あれ、文字が一つのやつは全部売っていいです。もう二つ以上のやつで、構成していった方がいいので、一つのやつはもう全部売りましょう。うん。あ、もうノーマル品は全部売っていいよ。ノーマル品は売って、で、文字が二つつく、ユニーク品だけ残していくようにすればいいと思います。よーし！あと、あって！キャプテン3体ね。ナイトモードは今、嘘だ。え、キャプテンもういない？いや、もう全部見てきたつもりなんだけど。あった！ここか！うわ、ちょっと待って！
いや、もうこれ動けない。ここでもうこうやるしかない。やべえやべえやべえ、危ない危ない危ない、逃げろ、危ない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 、デスバーターももう完全に切れてる。いやー、この数のスライムを全部こなしながら他を倒すっていう、これナイトモードのきつさが出てるな。うわー、もうなんでこんなところにキャプテンがいるんだよ。いや、いないかもしれないけど、来てくれよ頼むから。よし、あ、いないじゃん、マジで嘘。うわー、今回あれだ、ここはキャプテンが3体しかいないタイプだわ。もう仕方ないね、いないならクリアです。まあもらえるにはもらえるだろうけど、高くて260ぐらいじゃない。高くて260、262、3は出ないと思うんだよな。マジか、クリアできたのにキャプテンがいなかったか。いや、もしはいたとしてクリアできなかった可能性もあるしね。とりあえずクリアです。はい、最初はなんだ、刀254で、撃破報酬なし。こういうこともあるよね。3体倒したんだけどね、なしか、なしなんだ。はい、まあ、とりあえずデイリークリアできました。このね、アーティファクトセットいいです、めちゃくちゃいい。羽、汚染された種、エレメントのカバン、敵がね完全にその場でとどまるんで、なんとキャプテン以外ね、キャプテン以外、エンチャントとの敵ですらその場でとどまるんで、安全、めちゃくちゃ安全。ただ火力はね、あまり高くはないけども、攻略にはすごく向いてるセットだと思います。で、これをやった感想でもう一つ、矢がめちゃくちゃいる、矢がいる。火力があんまりないんで、矢をね何発も何発も撃たなきゃいけないので、いつもよりも多めに持っていくのをおすすめします。俺もね1000本ぐらいいつも持ってるんだけども、1000本じゃねちょっと足りなかった。2000本持って攻略に当たれば安全かと思います。まあ、とにかくこのコメントくれた方ありがとうございます。これはめちゃくちゃいい、クリアしやすくなったと思う。はい、やってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。